さあ皆さんこんにちは。いやー俺も年を取ってしまったな。気づけば第6章よ。白髪だらけよ。完全におじいちゃんなんだけど。そういったところで体力の減りもね、めちゃくちゃ早くなってしまって、まあそもそも体力ゲージすらほとんどない状況なんで、いやー本当にもう全然ね働けない状況ですよ。なので、なんか羊の羊毛今買ってるんだけどさ、これですら結構体力削られるっていう、まあ、とんでもない状況になっております。別に腹減ってるわけじゃないのにね。まあ、そういったところで今日はですね、今作における最強道具の入手方法、実はね、金の道具以上に、性能が高い女神道具っていうものが存在しまして、そちらの入手方法について語っていきましょうか。では早速中身に入っていきましょう。そしてもし僕ものやってる方がいらっしゃいましたら、ぜひこのタイミングでチャンネル登録、そして高評価、ポチッと押していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。さあ、というところで早速入っていきましょうか。ちょっとね、ごじっちゃってるんですが、女神道具と最強道具の入手方法というところで、まずですね、こちらいくつか条件がございます。じゃあどういった条件なのかっていうところなんだけど、まあ、すでにね、ちょっと画面出てるかもしれませんが、すべての道具、こちらをね、金にする必要性がございますね。で、金の道具の入手方法については、別の動画で語っておりますので、そちらの動画をご覧いただきたいわけなんですが、この金の道具の入手方法もね、ちょっとめんどくさいんですよ。まあ、シンプルではあるんだけど、すごいめんどくさいので、まあ、もろもろね、どうやって金にするのかっていうところもね、動画内で語っておりますから、ぜひそちらの動画をご覧いただければと思います。で、まあ、大前提として、まあ、金が必要だと、なるほど、わかりましたと。で、それだけなのかっていうところなんですが、いや、それだけではないんですよ。ぶっちゃけね、金にするだけでもめっちゃめんどくさいんだけどさ、このゲーム。めっちゃめんどくさいんだけど、ただね、これだけではダメだということがね、現時点で、こちら決定しておりまして、担当住民っていうものが別途存在するんですよ。で、まあこれね、自分が勝手に名付けたやつなので別になんかローカルな言い方なんですが、まあ各ね担当の住民がいて、例えばそのなんだろうな、例を挙げるんであれば釣竿であればガリさんとかで、他プイであれば釜とかかな、まあそういった形で各住民の担当とかが割り当てられておりまして、その担当の住民の好感度をですね、一定まで上げないと、このね、掲示板の依頼っていうものが出てこないんですよ。そう。まあ、全道具金にするっていうのと、あと担当住民の好感度をね、結構高い水準に持ってこないと、このね、掲示板依頼っていうものが発生しないので、で、まずはね、この掲示板の依頼をね、出さなければいけませんというところですね。まあ、もしかすると道具によってはね、まあ、このフラグのね、立ち方が違うかもしれませんが、ただまあ普通の道具であれば、おそらくこれで全て出てくると思います。で、この担当住民の好感度を上げていくと、まあ、ここの掲示板に出てきますので、で、ここの掲示板に出てきて、その依頼をこなしていくって感じか。ただまあ依頼のね、そのもの自体はそんなに難しくないから、まあ、ぶっちゃけ、まあ、担当住民の好感度を上げて、あとね、金の道具を手に入れれば、まあ、そんなに難しくはないのかなっていうところ。だからまあオリーブランド希望の大地よりね、下手すると簡単かもしれないですね。まあ、あれは結構めんどくさかったからね。まあ、そんな感じでございます。まあ、女神の道具手に入れたところで、まあ、正直このゲームではもうどうしようもないんだけどさ、手に入れるとしてもさ、結局その終盤になってくるから、終盤に手に入れることになるかと思いますので、まあ、そんな使い道ってないからね。まあ、序盤とか第2章とか、まあ、第3章とか、まあ、早い段階で手に入れることができるんであれば価値があるかもしれませんが、まあまあまあ正直っていうところかな。ただまあやり込み要素の一つとして、まあ、ゲットできればいいかなというところでございます。まあ、そんな感じなのでぜひね、はい。まあ、参考程度に受け取っていただければと思いますね。ただまあ自分もね、今第6章まで行ってるけど、まあ、正直なんだろう、昔の作品ほど道具の効果とか、まあ、道具の恩恵っていうところはあまり感じないかな。なんかやっぱりこのゲームってさ、ワンダフルライフ、まあ、人生にフォーカスが当てられていて、まあそれこそイベントがね、結構重視されておりますので、まあどちらかというとイベントをこなしていくと、まあそういったゲーム設計になっているから、まああんまりなんかね、手作業というか、まあ道具の力でうまいこと効率的にやっていくっていうイメージはあんまないかな。まあそういったゲームじゃないからね。ただまあやり込み要素として一応ね、今作も、まあ金の道具の上位互換がまあ存在するという、まあそういった情報共有でした。まあすでに持ってる方もいるかもしれませんね。ただこれ結構大変だからな。
どうなんだろう。多分おそらくゲットできたとしても5章とか6章とか、まあそのレベルにみんななってくんじゃないかな。まあどうなんでしょうかね。まあ1章2章とかで真面目に、まあ住民にプレゼントあげたりとか、毎日会話したりとかしてるんであれば、まあ早期にゲットする可能性もあるけどさ。ただまあ普通にプレイしてる分には第5章とか第6章とか、まあそれぐらいになってくるのかなっていうところです。そしてこの2人まだ生きてんだね。なんかもうさ、第1章の時点で、あ、第2章、第3章でこれドロップアウトするんじゃないかと思っていましたけど、まだ生きてんだ。はい。まあ第6章ですね、楽しんでいるわけですが、ただ第6章ね、いざ来てみると、まあそんなやることないかな、正直。あんまりやることないです。それなんだよな。なんか一通りさ、もう第3章とか第4章で落ち着いてしまうからさ、なんかこれプラスアルファで、何かやらなければいけないかっていうとそうでもなくて、なんかイベントを楽しんでるみたいな感じになってるかな。お金もね、もうめっちゃ溜まっちゃってさ、これ以上正直いらないんだけど、って感じになってます。まあ、女神道具に関してもね、まああれば、ね、越したことはないと思いますので、ぜひ皆さん手に入れておきましょう。ただまあ住民のね、好感度はね、そんなに上げるの難しくないから、まあその鉱物が存在するわけで、で、それを的確に毎日上げておけば、おそらく10回、15回ぐらい上げればね、まあそこの水準に達すると思うから、まあ逆に言うと10日ぐらいね、連続で上げといたら、まあ多分好感度はほぼほぼね、もらえる水準に達すると思います。まあ多分そこら辺が目安になってくるかな。だからまあ頑張ればそんなに時間かからないと思いますので、ぜひ挑戦されてみてはどうでしょうか。はい。いやーけど時間経過とともに本当に街が変化するね、人とか。今やってるけどさ、ただ第6章ってさ、どう楽しむかっていうところはちょっと難しいところっすよね。まあやるべきことってさ、なんか1章2章ってめっちゃあったけどさ、ぶっちゃけ6章になってくるとあんまないよな。皆さん第6章第5章で何やってますか。けどほとんどやり尽くしちゃったからさ、あとイベントもさほぼないんすよ。多分イベントもね見切ってしまってるからほぼなくてさ、なんか本当に毎日のルーティンみたいな感じになっちゃってるね。うん。なんか当初はイベント結構多いじゃんと思っていたけど、やっぱその1章2章とかで終わっちゃうからさ、なんかそれもそれであれですよね。あと大きなイベントもさ、毎年なんか特に変化がなくて、まあ一応息子が生まれてからは、なんかその息子バージョンみたいなものが追加されるから、2章は割と新鮮だったけど、なんかそれ以降はなーって感じですね。うん。まあとりあえずそんな感じでございます。まあとりあえずね、女神道具が手に入るっていうお話でした。まあこれからも継続的に僕もの動画撮っていきますので、ぜひこれを機会にチャンネル登録、そして高評価忘れずにポチッとお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。